遅いですね、リンさん。あー、遅くなってごめんなさい。では行きましょうか。はい。ここはどこか知っていますか？知らないんです。来たことがないんですよね。ここは媚び放題です。台湾の淡水湖を守るために1886年劉明殿によって建てられました。そうですか、とっても立派ですね。でも主要な砲台は日本人に盗まれたらしいです。え、本当ですか？日本人としてとても残念です。まあそう落ち込まないでください。ところで丸山さん、ご飯を食べに行きませんか？いいですね、行きましょう。